今日はですね、こちら日向市にやってまいりました。日向市といえば恵比寿ですね。今日は恵比寿のうどんを食べさせていただきます。うどんバー小田屋さんにお邪魔します。こちらです。それでは早速店内に入ってきます。こんにちは、今日はよろしくお願いします。はい、ただいまうどんバー小田屋さんに店内に行ってまいりましたよ。ねえ、素敵なところですね。ほら、見てください。ねえ、広々とした空間ですね。今日はですね、日向市の特産のヘベーズを使ったなんとうどんをいただいちゃいます。ね、店長さんの小田さんがですね、こちらにいらっしゃいます。はい、お待ちどうさまです。あ、こちらがうどん、はい、うどんですか。ヘビスうどん、ヘビスうどんだそうですよ。皆さん、香りがすごくいいですよ今。とってもいい香りがしますね。すごいです。こちらをですね、今からですね、いただいちゃいますが、ヘビスうどんのですね、冷たい方です。冷やしヘビスうどんですね。そうですね、冷やしです。後ほど温かいヘビスうどんをいただきます。楽しみです。それでは、はい、こちらヘビスうどんね、冷やしうどんですよ皆さん。とても美味しそうです。ね、いい香りがします。わ、楽しみです。それでは早速いただきます。おお、なんとコシがすごいですね。弾力が抜群です。うん、いただきます。美味しい。美味しいです。すごく弾力があってですね、もちもちしてますね。このお出汁がですね、何ですかね、つゆの味と申しますか、ね、さっぱりして美味しいですね。そしてさらにこの上にエビス、ね、もうふんだんに乗ってあるので、香りがもう本当、先ほどから爽やかな香りがしています。食欲ぐん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 進みます。おいしい。これ夏の暑い時にですね、食べるとですね、どんどんズルズルズルと入ってしまいますね。しまうでしょこれ全部。小田さん、これもうどういう風に考案されたんですか。どういう風に、どういう風に。ヘビスをもうそのまま切って、そうですね。7年前、日向市の特産であるヘビス、何か使えないかなと、ただ乗っけて食ってみたら美味しかったということで、はい、それだけですか。単純に美味しいものも、そうですよね。はい、もう特産のもう味が一番美味しいですから、ね、これを入れたらめっちゃもう当たり前にもう美味しいということなんですよ。本当に冷たくするとですね、本当に美味しいですね。これはコシがあってすごくうどんが美味しいですけど、うどんにもこだわって、もちろん、はい、自家製麺、自家製麺だそうですよ。だからシコシコしてもう本当にね、普通のうどんじゃないですよ。うん、コシがあって美味しいです。これ本当にお酒を飲みながら食べてもよろしいですよね。ですね、うん、こちらはバーって、ね、小田屋さんのはうどんバーですから、ね、何でもありですよね。何でもあり。こちらお酒見てください。たくさんありますから、私ここに来た時に今お酒飲もうかなって、もう一瞬くつろぎの体勢になってしまいましたけど、いや、これ絶対飲んだ後食べたいという人が多いでしょ。多いですね。羨ましい。もうここにいたい
痛いぐらいですずっと。これペロって食べちゃいますよ本当に。すごい腰が重くてですね、本当弾力があるんですよ、もちもちって。するわ、これヘベスがそのまんま入ってますね。いや、じゃあこのままいただいていいんですかね。いただいちゃいます。これはめっちゃ、あ、炭酸の中にヘベスが入って香りがいいですね。炭酸はですね、夏はぴったりですね。暑い時ですね。すごい爽やかにいただきます。これおいくらなんですかね。これ500円です。500円ですよ皆さん、ワンコイン、ね、こちらの一押しメニューですよ皆さん。おいしい。アルコールは入ってます。もちろんサワーですからね、はい。本当にあのアルコールっていうあの強いアルコールの感じを、ね、感じさせない爽やかさですね。美味しい。ごくごくなんか私は飲みたくなります。お上品に少しずつ、ね、飲まれる方もいらっしゃいますけど、結構みんなが油を盗んでる。昼間は暑くて、ね、よりここ涼しくてね、これをもうごくごく飲みたくなります。ね、美味しいですよ。ね、試してみてください。こちらですね、もう本当にもうビタミンも豊富で、なんと女性の皆さん嬉しいです。必見です。美肌効果もあります。ヘビスって。すごくですね、もう疲れた時にはね、疲れる効力、ね、疲れを取る効力、バッチリですよ。ぜひね、試してみてください。はい、おばきどうさまです。こちらは何のものですか。ヘベスうどんのあったかいもの。あったかいものですね。すごいですよ皆さん、ね、香りがやっぱりしますね。あったかいうどんです。ヘベスうどんです。こんなにたくさん入れちゃっても大丈夫ですか。ヘベスを、じゃあ嬉しい。先ほどね、美肌効果って言いましたけど、女性の皆さん美肌がツルツルになりますし、ね、これ疲れがもうどんどん取れていくんですね。そういう効果もね、実証されてます。それでは早速いただきます。
うどん大好きなんですよ。うどんばっかり毎日食べてます。これヘベスも食べれるからね。あ、これは一緒に食べていいですか。一緒に食べるように薄く切った。素晴らしい考えです。ナイスアイデア。これこのまま挟んでうどんに一緒になって食べる。おつゆの出汁が美味しいでしょ。美味しい。それにヘベスのね香りいいですね。スープを出汁をこれはすごい奥が深い。何が入ってるのでしょうかね。出汁が合うよね。ヘベス合う。本当に合うですね。これ何が入ってるんですか。教えません。教えません。こんなね、急にですね。急に皆さん、後で聞きたいと思います。これはあの、ヘヨシウドもさっぱりで、もう食欲ない時でもスルスル入りますけど、こちらはあのまた違ってですね、コクがあるんですよ。だしにですね。6月1日が解禁になって、
まあ、年内いっぱいかな。約1ヶ月。1ヶ月くらいでしか食べられないので、ね、ぜひね、食べてみてください。本当に美味しいですよ。はい、皆さん、こちらはヘビスで、ね、作られたホイッスルヘビスシャーベットです。ダーン、このようなパッケージかわいいね。これを今から食べてみたいと思います。わー、楽しみね。わー、なんかおしゃれですね、入れ物が。わー、真っ白ですね。うわー、綺麗な色です。ヘビスが入ってるっていうのがすごく嬉しいですね。ちょっと、あ、本当だ、シャーベットだ。わー、あの、いい香りがします。いただきます。うん、あ、おいしい。これは何ですかね、爽やかな感じですね。あの酸味と、ね、シャーベットの甘さ、これは絶妙ですね。うん、これ喉はさっきから乾いてたんですけど、うん、スーッと入っていく感じですね。うん、見えない爽やかな感じですね。美味しい。これは夏の暑い時ですね。もう冷やして、ね、食べられるともう本当に喉の渇きが一瞬にして取れます。もうスーッと入れるんですよ。うん、たまんない美味しさです。甘みもあって、うん、ヘビスの熱を少し酸味もありますね。だけどこのほのかな、ね、香りの中でシャーベットがですね、本当に美味しいです。シャッキシャッキで、見てください。これ美味しいですね。ホイッスルヘビスシャーベット、お店はどこで販売するんですかね。日向市在光寺の大福屋さんです。在光寺の大福屋さんです。そちらに置いてるそうですよ。ぜひ皆さん一度試してみてくださいね。はい、こちらですね、うどんバー小田屋さんの2階にあります、ね、スナック小田屋さん、ね、どんなところかちょっと入ってみたいと思います。失礼します。おー、おしゃれ。こんなに広いんですか。わ、先ほどの小田さんはどこに、あ、ここにいらっしゃいました。小田さんですか。小田です。先ほどのまた小田さんと全然違う、なんかダンディーなイメージがあるんですけれど、でマスターの小田さんですね。はい、あ、このうどんとは全く小田さんと違いますね。ここはもううどんが終わったら、いや、うどんの前に、うどんの前にカラオケとか歌って、最後の締めにうどんみたいな。締めに、さすがですね。そうですね。ね、食べた後はなんか美味しくなりますね。温かいものとか食べた後なんか。こちらを始められても結構長いですか。いや、こちらは今4年目ですね。うどん屋の方が8年目で。うどん屋の方が伸びてくるんですね。はい、ここにうどんを持って上がってます。はいはい、出前します。出前します。出前がありですよ、皆さん。ね、先ほどのうどんが食べたいなと思ったら、ここで飲んでればいいんですよ。上に持ってきていただけるということですよ。すごい、ここはいろんなのミュージシャンなんか来てますね。来てるそうですね。
今度もなんかコンサートとかね、そうですね、ありますね、そうですね、なんとね、私が好きな、はい、でも行きますよ。誰が好きかと言いますと多分この人でしょ。青のボーデューアゲー、この人でしょ。そう、あ、そうです、これ3位ですか、はい、杉山さんの、はい、いや、これちょっとめっちゃ嬉しいですね。え、これね、杉山清隆さんの3位、すごい。杉山さん、私も最初からの大ファンなんです。ちなみに来られたんですか。もちろん、はい。びっくりです。こちらのお店に来られたそうですよ、皆さん、私が大好きなのでいつか会ってみたいと思ってるんですけど、日向によく来られたりしますか、ね、はい、2年に一度だけどね、来ます。ですか。今年は2回来ますよ。いつ来るんですか。教えません。これはなんかもうプライベートの話になってますけど、いつ来るんですか。あの、今度なんかテレビでね、はい、うん、CM やってる、 CM やってます。23日ね、6月23日にやりますね。あ、すごい、杉山さんが来られるそうですので、ね、ぜひぜひ、なんかこちらにも来そうな感じですよね。なんとなく、なんとなくね、これは秘密。もうバレてんじゃん。バレバレます。バレバレ。こちらでね、杉山さんとはもうね、なんかお友達な感じですよね。わー、嬉しい。これ持って帰っていいんですか。これはいつかもらいましょう。ね、本当にあのこちらカクテルとかお酒、いろんなものを置きますけど、はい、ね、コビキブルーとかですね、種類が豊富なんですね。そうですね、はい、うん、今あの時間的には時間帯が何時から何時までの8時から1時から1時までですね。じゃあ時間制限はもうその中でたっぷり、制限はないですね、8時から。いや、飲み放題でやってます。あ、飲み放題のベルスタッフです、皆さん。90分で、こちらですね、ちょっとお伺いしますね。90分で男性2500円、女性が2000円です。すごい安いですね。飲み放題、歌い放題でね。飲み放題、歌い放題、それに。じゃあこの中でこう選んでもいいですか。飲み放題です。すごいメニューがたくさんあります。皆さんも一日中仕事されてますね。そうです。へえ、すごい。これは農業家の方から来られる場合もありますし、宮崎から、ね、はい、来られる人もいますね。すごいです。なんかくつろげる、なんかいい空間ですね。カラオケの設備が、テレビがドン、ドン、ドンと3台も。本当に広いですね。やっぱりカラオケを結構歌う。いいですね。音響めっちゃいいっすよ。そうですか。歌ってみます。歌ってみます。私歌ってますので、ここであのライブなんかもできますよね。すごいです。ライブもできますね。団体様も、ね、ぜひぜひ来られるとですね、みんなで盛り上がろうというふうに。すごい。何かの手でこう手作りで何か作られるんですか、お酒なんか。手作るわな。手作りです。手作りで作られるということです。手作りで、もちろんもちろん手ですよ。混ぜるだけ、足じゃ作らんからね。混ぜるだけ、はい、混ぜるだけ。美味しい、手作りなんかも出てきそうですよ。皆さんぜひ来てくださいね、はい、楽しいね、本当に楽しい、ユーモアたっぷりのお子さんですので、はい、ね、一人で来られても大丈夫ですね。全然大丈夫です。相手で、お話し相手にしてくれますので、はい、嬉しいです。ね、私も、もうこちら今座って飲みたいくらい楽しみになりました。ぜひ、何か、こちらのお子さんどうですか、今から何か PR すること。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、こういう感じで楽しく、ね、飲んで帰ります。
君